大瀬川半五郎、1927年2月1日、没年月日不明は、青森県弘前市出身で、伊勢ヶ浜部屋に所属した大相撲力士。最高位は、西前頭6枚目。現役時代の体格は179センチメートル、115キログラム。特異種は、右四つ、より。地元、弘前市の小学校を卒業後上京し、海運関係の企業に勤めていたが、 とある人物から立山親方を紹介されたことをきっかけに、角官入りを決意。立山が所属する伊勢ヶ浜部屋へ入門し、1942年5月場所で初土俵を踏んだ。2年後、本名でもある石崎の仕込めで序の口につき、ほどなく故郷の地名と自身の前職にちなんだ広島海へ仕込めを改めた。 新十両昇進を果たした1951年5月場所より再び広島海を名乗ったが翌場所立山の現役名畑川から二次を取って大瀬川へ改名以後引退までこの名で通した序の口から10年近くを要して1954年3月場所で新入幕 出世は決して早い方ではなかったが、以後は持ち前の柔らかい体を利したよりを武器に、幕内中尉から重量で長く活躍した。前世紀は1957年後半から1959年始めまでの、およそ1年半で、この時期は、前頭一桁台で6場所も相撲を取っている。しかし、横綱、大関陣との対戦圏内への進出は惜しくも、果たせなかった。 1959年7月場所を最後に幕内から遠ざかり以降は長く重両にあったが幕下5枚目まで陥落して初日から休場した1962年5月場所を持って引退この時初土俵から丸20年35歳となっていた引退後は元関分け美洲さんの後を受けて年寄り霧山を襲名し伊勢ヶ浜部屋付きの親方として 後輩たちを指導した。だが、1968年、9月場所後に日本相撲協会を去り、以後は、岡山市で、相撲料理の店を営んでいた。その後、病没したという情報があるが、去年及び没年月日は判明していない。左足首関節年座により10日目から、途中休場。ありがとうございます。